大学入学共通テストも終わり25日から国公立大学の入試が始まりまりす。夜遅くまで勉強する時眠気覚ましのためにコーヒーやエナジードリンクで気合を入れるという受験生も多いのではしかしこの時期に気をつけたいのがカフェイン中毒です。 名古屋大学病院の山本孝則救急課長に聞きました受験シーズンですけれども、うん、カフェインを取りすぎることによってどういうことに注意が必要ですかたくさん取るとですねやはりひどい場合は、まあ、興奮してこう覚醒度が上がるだけではなくって脈が速くなったりとか、えー、息が苦しくなったりとかですねそれで場合によっては心臓が止まっちゃうということも、まあ、あの報告はされています。 カフェインはコーヒー豆やカカオ豆、茶葉などに含まれ最近はカフェインを含むエナジードリンクも自動販売機などで手軽に購入できるようになりましたカフェインは適量を摂取することによって頭をさえさせたり、眠気を覚ましたりする効果があるとされていますが過剰に摂取すると中枢神経が刺激されめまいや心拍数の増加 手の震えなど中毒症状を引き起こす可能性も、食品安全委員会によると、体に悪影響がない一日あたりの摂取量は、健康な成人で400ミリグラム以下、実歳から12歳は85ミリグラム以下とされています。コーヒーだけでなく、緑茶や紅茶などにも含まれているカフェイン、特にエナジードリンクには。 一缶あたりコーヒー二杯分に相当するカフェインを含むものもあるんです。どのくらいの量のカフェインを摂取すると、そういった中毒症状のようなものが出てくるんでしょうか。相当な量を取らないと、だから中毒にはならないんですね。山本医師は短時間で千ミリグラム以上のカフェインを摂取すると中毒の危険性があると話します。 日本中毒学会の調査によると、2011年から5年間で101人がカフェイン中毒により救急搬送され、そのうち3人が亡くなっています。カフェイン中毒を防ぐためにはどうすればいいのでしょうか。血液の中の濃度 濃濃さが濃くなってしまうとやはりすごくく作用が強くなるわけで、すねあんまり水分が取れていないときにカフェインばっかり取ってしまうと、カフェインの濃度がぐっと上がってしまうということはありますですからコーヒーやエナジードリンクを飲むときには、しっかり水分やお食事をしていただいて、体をみずみずしい状態にした状態で取っていただくっていうのが大事だと思うんですね一方、カフェインには、覚醒作用だけでなく、疲労感を軽減する効果もあるとされ、 要領を守れば受験勉強の助けになると山本医師は話します。 大事な試験が始まりますっていう時に例えばエナジードリンクとかコーヒーでこう勉強に集中している方はそのタイミングを自分のの中でで持っておくのが大事だと思うんですね。<ー>受験生であれば、まあ、朝から飲む方は飲んでもいいとは思いますしあの普段夕方飲んでる方だったら、まあ、1日目が終わったところで少しそ飲んで、まあ、ゆっくりしてからまたやるっていうようなこのタイミングを自分の中で決めておくっていうのがすごくいいのかなと思いますね。